警察隊とマレショーセファントムの共同捜査により密輸事件を解決。これだ。具体的な関係者リストを確認しよう。確かここにあった。なんて書いてあるんだ？事件の主犯ドメニコ、イニカ、ユーナを逮捕。審判のもとメロピレ要塞へ応送。密輸事件に参加せずとも主犯と密接な関係にあり、利益を得ていた者は罪を課さずに指導を行うこととなった。中でも A さんは態度が良く、予定よりも早くに観察が終了。他の者は重要観察リストに残したままとする。名前が多いな。キアラに脅迫状を送ったやつはこの中の誰かってことか？ああ、より正確に言うと、この A さんという者が怪しい。彼は密輸事件の主犯と関係があり、かつ比較的自由に行動できる立場にある。ヌビレット様、先ほどスピナディ・ロースラーのメンバーと名乗る者がいらっしゃいました。もうターゲットは見つけた。カフェで待ってるとのことです。え？オイラたち今容疑者の名前が分かったばっかなのに。ナビアはどうやって見つけたんだろう。私にも分からない。カフェはここからそう遠くない。行ってみよう。最近マレショーセファントムの世話になった者たちよ。普段はサンドル川に身を隠してるの。ここに招待するよう手配したんだ。招待？そ、ここのコーヒーが美味しいって聞いたから一緒に来ないかって誘ったの。そうなんだよ。いやー、スピナディロースらから招待されるなんて嬉しいな。ずっとこうして集まりたかったんだ。なんかぎこちないな。まあいいか。本題に入ろうぜ。Aさんはいるか？ああ、俺だ。君がAさんか。どうも、ヌビレット様。あの脅迫状は君がキアラに送ったのか？それは。はい。ですが、私も人に依頼されて。人に依頼されて？ドメニコです。以前まで私の兄貴分で、彼に頼まれたら断れなくて。ドメニコ？そいつ、今はどこに？メロピレ要塞だ。あの場所は、私たちスピナディロースらじゃお邪魔できないんだよね。どうやら、あんたたちに直接言ってもらうしかないみたい。私にできるのはここまでかな。十分だ。協力に感謝する。こんなの気にしなくていいから。それより今はドメニコを見つけるのを優先して。もし本当に彼が何か陰謀を企ててたら、早めに手を打った方がいいでしょ。そうだな。今すぐメロピデ要塞に行こうぜ。さて、残りのお客さんを送ってあげて。苦労かけるね。はボス。なんとかなったぜ。本当になんとかなったの？ようこそメロピデ要塞へ。邪魔するぜ。また来てやったぞ。まさか公爵が直々に出迎えてくれるなんて、オイラたちも顔が利くようになったな。別に初めてでもないだろ。あんたら二人、それに最高審判官が直々に来るんだ。きっと大事なことに違いない。さて、挨拶はここまで。本題に入ろう。ふん。そのドメニコという人物には少し覚えがある。
そいつは昔囚人たちを束ねて騒ぎを起こそうとしたことがあった。悪いやつだな。大丈夫だったのか。起こそうとしただ。つまり未遂に終わってる。そいつがメルジーヌを狙ってるのか。あまり大したやつには見えなかったかな。あんたらが直々に調査するってことは何か裏でも。オイラたちと同じこと聞いたぞ。過去に似たようなことが起きたので少々心配なのだ。一度ドメニコに会い話がしたい。それくらいお安い御用だ。確か彼がいる場所は。さっきメルジーヌって聞こえたけど何かあったの？看護師長。それでオイラたちはその調査をしてるんだ。そいつを脅迫したやつがメロピデ要塞にいるらしくってな。そんな、キアラは大丈夫なの？心配は不要だ。クロリンデが彼女を守っている。よかった。でも黒幕はまだ捕まってないのよね。公爵、なんとかできない？看護師長、それは俺に解決するのを手伝えって意味か？リオセスリ殿。わかってるさ。ドメニコをここに連れてくる要求はそれだけでいいんだろ。これはお願いと言ってもいいだろう。こたびは個人名義での訪問であり、囚人を正式に審理するわけではない。心配は無用だ。一つ君に仮ということにしておいてくれ。おお、オイラが公爵の立場だったら見返りをがっつり求めてるだろうな。俺が今も囚人だったら減刑を望んでただろうな。まあヌビレットさんは断るだろうが。さて、冗談はここまでにして、ドメニコを連れてこよう。適当にくつろいでてくれ。看護師長がずっとあんたらのことを気にかけててな。話したいことも多いはずだ。さあゆっくりしてちょうだい。ヌビレットさん、旅人、それにパイモンちゃん、何か飲みたいものはある？オイラは大丈夫だぞ。ありがとな、看護師長。喉が渇くのは体が警告を出してるってことなのよ。だからそうなる前にちゃんと水分補給しないと。後でたくさんお話しすることになるだろうから、お茶を入れてくるね。看護師長は相変わらずみんなの健康を気遣ってるんだな。お前たちずっとだんまりしてるけどどうしたんだよ。ふむ、君も気づいたか。彼らの胸にあったバッジ、少し見覚えがある。見覚え？オイラは全く気づかなかったけど。でも二人がそう言うならちょっと話を聞きに行ってみるか。ああ、私はここで君たちが戻るのを待とう。私はリオセスリ殿を信頼しているゆえ、メロピデ要塞に来ることは滅多にない。今回は状況が少々特殊でな。彼に迷惑をかけていないといいのだが。何か？ああ、これ？なんだ、俺たち助け合いの会に興味あるのか。助け合いの会ってなんだ？助け合いの会は長い歴史を持つ組織だ。その歴史を遡ると最も古いもので400年以上も前になる。どの代も人数は少なく、これといった影響力もないが、メンバーは皆友好的だ。この会のモットーは互いに助け合い、できる限り公平の維持に尽力すること。おお、なんだかいい組織みたいだな。最初はみんな自分を守るために入る組織なんだ。俺たちは重い罪を犯したわけじゃないし、強い力も持ってない。メロピデ要塞じゃ自然と弱い立場に置かれる。だからこうして結束するんだ。そうすることで辛い目に遭わなくて済む。お前たち、助け合いの会に興味はないか？ほら、このパンフレットをやろう。少し見てみるといい。
助け合いの会のスローガンは何度も変わってきたが、その中核となる思想は創設以来変わっていない。もし助け合いの会に入りたくなったら、ここに来て申し込むといい。なんだか君たちどっかで見たような。ああ、これは助け合いの会のシンボルなの。初代会長がデザインしたものでね。聞くところによると、平和勲章ってものを参考にしたらしいわ。まあ実物は見たことないけど。初代会長はすごいお方でね、とても強かったんだけど、決して他人をいじめることはなかったそうなの。むしろ弱い囚人たちを束ねて互いに助け合うようにさせたらしいわ。私たちはみんな彼を尊敬してるんだ。何か分かったか？あのバッジをつけてる人たち、みんな助け合いの会っていうのに入ってたぜ。そのバッジは平和勲章ってもんを参考にデザインしたらしいぞ。ヌビレット、何か知らないか？過去に平和勲章を2つ作り、カロレとボートランに授けたことがある。カロレが持っていた方は燃えてしまったため、残っているのはボートランのだけだろう。あ、つまり助け合いの会の創設者は。ヌビレットさん、公爵が執務室へ来るようにってドメニコを見つけたらしいよ。分かった。まずは彼に会ってメルジーヌのことについて聞こう。さて、あんたらに紹介しよう。こいつがドメニコだ。何か言うことは？ヌビレット、どうしてあんたがここに？何をする気だ？口封じか？落ち着け。ただいくつか質問がしたいだけだ。メルジーヌに脅迫状を送ったのは君の計画か？すでにエサンが自白している。この件についてこれ以上隠す必要はない。あの野郎、あんなに信用してやったのに。今一度問おう。メルジーヌに脅迫状を送ったのは君の計画か？はい。背後には誰がいる？なんだって？あんたら何か事件を俺に押し付けようって気じゃないだろうな。自分の立場をわきまえた方がいい。最高審判官が自らあんたの事件を調査してるんだ。以前あんたがメロピデ要塞で騒ぎを起こそうとしたこと、それとも関係してるんじゃないか？確かに少し衝動的だったのは認める。本当のことを話してもいいが、その前に俺の身の安全を保証してくれ。ああ、保証しよう。安心するといいさ。こっちは話の通じる奴らばかりだからな。最初はちょっとした商売だったんだ。俺にブーツの運搬を頼んできた奴がいて、大金を支払う約束をしてくれた。けど何回か運んだ後、マレショーセファントムに捕まった。ブーツの内容が違法なものだってことで、俺は捕まって審判を受ける羽目に。納得いかなかった。だってほら、知らぬ者に罪はなしって言うだろ。だから俺はブーツを横領するためにわざと俺をここに追放した奴がいると踏んだのさ。まさかそんな理由でメルジーヌに復讐しようとしたのか？当初のターゲットはヌビレットだった。メロピデ要塞にいる囚人もみんなヌビレットがさばいたんだからな。きっと囚人たちも不満を抱いてる。一緒に手を組んで騒ぎを起こせばと考えたんだ。だがなぜか誰も俺の話に乗ってくれなかった。特にあの助け合いの会なんかは小物ばかりのくせに俺に歯向かってきやがって。あれこれ考えた末にメルジーヌに目をつけることにした。当時あのキアラってやつが俺のブツを差し押さえて調べたのを思い出してな。話のわかる看守に家に手紙を送るよう頼んだんだ。もちろんその手紙は A さんに宛てたもので、内容もキアラに脅迫状を出すよう指示したもんだ。
ティアラをマレショーゼファントムから追い出すためのな。それらのことは全て君の考えか。その間、怪しいものが接触してきたことは？ない。では君に運搬を依頼したものは全員捕まっているか？ああ。俺が知ってるな、これで全部だ。看護師長、ドメニコを監視のところに連れて行ってくれ。処置は後ほど行おう。つまるところ、ヌビレットさんが案じていたのは、メルジーヌを利用して、より大きな波風を立てようとしてる勢力がいないか。そうだろ。いかにも。これに似たようなことを経験したのでな。その可能性を考慮する必要がある。似たようなことっていうのは、だいたいどれくらい前のことだ？ 400 年以上前だ。それは、さすがに考えすぎだ。時間はあらゆるものを変える。今はもう、すべてが変わってるはずさ。どういう意味だ？400 年以上前、あんたも、あんたが連れてきたメルジーヌも、フォンテーヌの人間社会にとっては異類の存在だった。しかし今となっちゃ、メルジーヌを脅す者がいれば、人々はそれを見過ごさない。彼らはもう、昔とは違う選択を取る。確かに、オイラたちがパレメルモニアに戻ろうとした時、いろんな人がメルジーヌを守ろうとしてたよな。ヌビレットさん、メルジーヌはあんたが直々にフォンテーヌまで連れてきた種族だ。人々が見せる彼女らへの態度は、社会があんたをどう見るか反映したものでもある。昔、民衆がメルジーヌを信用していなかったのは事実だ。だがその本質的な部分は、よそから来たあんたという最高審判官を、まだ見定めてる最中だったからさ。500年近くの時が流れ、あんたはあらゆる審判を公正にやり遂げてきた。法廷上でどんな騒ぎが起ころうとも、正しい裁決を下してな。今の人々は、あんたに対して何の疑念も抱いていない。それどころか、あんたを法律の象徴とさえ見ている。そして、今やあんたが行う決定は、このフォンテーヌ全体に影響を与えるものとなった。つまり、あんたは知らず知らずのうち、この国を変えていたのさ。なるほどな。道理で、ドメニコの話に乗ろうとした奴がいなかったのか。それは私にとって過分な賞賛だ。私からすれば、ただ職務を全うしていたに過ぎない。褒める価値も特別な点もない。私は単に過去の約束を果たし、審判によって答えを探している。ただそれだけだ。決してそのように尊敬されるべきではない。人間の感情と意志は私よりもはるかに複雑だ。正直、私の方こそ君たちを尊敬すべきだと思っている。そんな謙虚になることはない。現状が全てを物語ってるんだからな。あんたはもう、あの頃のようなよそ者じゃない。今のあんたは、たとえ一人で調査しようとしても、あんたに関わる多くの者が率先して手を貸してくれるだろう。一理ある。少なくともその点は否めそうにない。説明に感謝する。この件はつつがなく解決した。そろそろ失礼しよう。そう急いで帰らなくてもいいんじゃないか？お茶でも飲んでいったらいい。必要はない。規則は心得ている。ここには心から食材をする者もいれば、私に恨みを持つ者もいる。私がここにいる時間は短ければ短いほどいい。さもなければ、騒ぎが起きるかもしれない。なら、規則の違反は、俺がやるしかないね。まだ二つ話すことがある。聞こう。一つは、ドメニコのために手紙を送った看守についてだ。ああ、
承知した。確かに艦首はパレメルモリアから配属された人員ではある。だが先ほども言ったようにこたびは使用できている。処理は君に任せよう。そいつはよかった。なーに、そう大げさに考えないでくれ。上の人間は同情の念を抱きやすい。だがそういうのはここじゃ非常にリスクがある。その監視にはいろいろと注意事項を念押ししておくつもりさ。問題ない。よし、一つは解決したな。それでもう一つは何だ？もう一つは個人的な好奇心によるもんだ。さっき助け合いの会について調べてたんだって。おう、あいつらのバッジに見覚えがあるってヌビレットが言ってたな。俺はメロピデ要塞を引き継いだ時からそのグループの存在に気づいてた。彼らは人数こそ少ないが常にできる限りの正義を貫いてる。昔彼らの創設者、当時審判を下されここに投獄されたボートランについて調べたことがあってな。現存する記録によるとその者は服役中ずっと従順で、亡くなるまで攻撃的な行動や発言をすることはなかったそうだ。つまり彼のここでの態度は法廷に立っていた時とは大きく異なるということ。何？審判の時、私は彼の複雑な感情に気づいていた。彼は憎しみに満ちていたし、私を憎む理由もあった。俺の予想だが一種の演技だったんだろうな。演技？ヌビレットさんとボートランはかつてとても親しい上下関係にあった。きっとボートランも最高審判官が私情を挟む判決はしないことを分かっていたのだろう。彼が憎しみの感情を表せば表すほど審判に出席した者はあんたの公正な判決を直に感じ取りそれを認めることになる。当時まだあんたを見定めていた民からしたらその意味は計り知れなかったはずだ。俺の話したかった二つはこれでおしまいだ。他に話をしたい奴は今のうちに言うといい。特に言うことはない。感謝の言葉以外はな。さて、戻るとしよう。見送りは不要だ。ああ、またな。あの審判について触れることはあまりないが、私はずっとカロレとボートランのことを嘆いてきた。ボートランが法廷で放った言葉がしばし頭の中で響き渡るのだ。何かせねばと、そう私に思わせる。でも公爵の話じゃそいつはお前を恨んでなかったみたいだぞ。それっていいことじゃないか。リオセスリ殿の考えは大方理解した。だがあの言葉が私の心をかき乱す。どう言葉にすればいいかわからないが、驚き、喜び、恐怖、罪悪感、数々の感情が混ざり合ってようやく何かを少し理解できそうだ。君たちの考えも聞いてみたい。君たちの目には私はどのように映っている？おいらは公爵の言ったことが正しいと思うぞ。最高審判官としてお前の審判はどれもフォンテーヌに影響を与えるものだし。旅人、お前はどう思う？おい、どうしたんだ？何か考え事か？その、これだけ多くの審判、逆にヌビレットにも影響を与えてきたんじゃないかな。一理あるな。前にも言ったが、
私は感情を表現するのが得意ではない。それは自分自身でさえ完全に理解していないからだ。だが君の判断を信じよう。いつからか私の身には変化が起きていた。これらの変化はある具体的な事件によるものではなく、時間そのものによるものかもしれない。この問題について真剣に向き合ってみよう。君たちには礼を言わねばな。あれ、雨だ。まずい、傘を持ってないぞ。土砂降りにならないうちに早く行こうぜ。また雨か。今年でもう何回目だ。旅行の計画が水の泡だ。今朝の新聞見た？あなた、洗濯物を一緒に入れてくれる？いつになったらやるんだ。水流、水流、泣かないで。奴らは魔獣を活性化させるつもりだ。このことを審判官様に報告せねば。ふん、メロピデ要塞、俺にとってはいい場所だ。まだ答えをくれてない。ヌビレットさんはフォンテーヌの構成のシンボルと言っても過言ではありません。注意しておけ、奴は厄介だ。全く違う種族と生活するなんてできるわけないでしょ。メルジーヌを脅してる奴、出てこい。人の社会で君は嬉しいことも悲しいことも目にするだろう。いつか君が多くの過去を受け入れた時、この国の歴史を代表して全てを審判する資格を得る。おはようございます、ヌビレット様。雨季ももうじき終わりで、そろそろ晴れるそうですよ。晴天が心を晴れやかにすることを祈ります。問題は解決したか？うん、脅迫状を送ったやつは見つけたぜ。そいつをもっと厳しく見張るってリオセスリも言ってたから、もう大丈夫だと思うぞ。そりゃよかった。君たちを巻き込んでしまいすまなかった。謝る必要はありません。そうそう、巻き込んだっていうか、私たちが勝手に首を突っ込んだだけだし。そうだ、クロリンで、キアラは大丈夫か？ああ、今はパレメルモニアにいる。先ほど50人をも超える人が彼女を守ると意気込んでいた。中には道端の花畑に隠れながら警戒する者もいる始末だ。ただあれほど大勢の者が関わってくると、逆に彼女を困らせないかと心配になってな。だからとりあえずパレメルモニアにいてもらうことにした。あそこなら安全だろう。はぁ、ならよかったぜ。どうやら一件落着したってところかしら。お祝いとして。
ヌビレット様に独占取材をしてもいいかな。そんなお祝いの仕方なんてないぞ。考えてもいい。本当？もちろん。だがまだスケジュールが詰まっている。取材は来月にしよう。それまで質問をまとめておくといい。私の答えられる範囲で答えよう。では先に失礼する。私はこれからパレメルモニアに戻って指示を出し、こたびの調査結果を公表するつもりだ。そうすれば人々も憂いがなくなるだろう。独占取材？これ夢じゃないわよね。何を聞こうかしら。遠慮しちゃダメだよ。せっかくの機会なんだから、とことん聞いとかないと。同感だ。どうせ答えられない質問は断るだろう。試してみる価値はある。ティアラ。ヌビレット様、ごめんなさい、うっかり寝ちゃってた。気にするな。脅迫状を送った者は突き止めた。もう安全だ。ありがとう、ヌビレット様。それから旅人のお姉ちゃんも、パイモンお姉ちゃんもありがとう。私全然大丈夫だよ。みんな私に優しくしてくれるし。脅迫状を送ったのはドメニコという者だ。この名に聞き覚えは？よくわかんない。私記憶力が良くないから、いつも忘れっぽくて。そんなことより、カロレお姉ちゃんの夢を見たよ。おかしいな、カロレお姉ちゃんどこに行ったんだろう。もうだいぶ会ってない気がするけど。おお、でも夢で会えたから嬉しい。カロレお姉ちゃんね、私の手を握って、キアラ、私たちの夢が叶いましたって言ってた。カロレお姉ちゃんの夢が何なのか思い出せないけど、なんだかとても嬉しいんだ。君の喜びは私も感じられる。これは確かに喜ばしいことだ。ヌビレット様も嬉しいの？よかった。あ、そうだ。私もう外に出ていいんだよね。モデルになってあげるってエローフェお姉ちゃんと約束したんだ。もちろんいいとも。安心して行ってくるといい。じゃあ行くね。またね、ヌビレット様。旅人のお姉ちゃん、パイモお姉ちゃん。ああ、また。まったく、たまに彼女のことがわからなくなるな。